どうもメンディーです。今回のムーブオンは私の10代後半から20代前半のさまざまな思いが詰まった街、飯田橋から神楽坂の景観を皆様にご紹介したいと思います。今回初めてゆっくりずっと来たかった場所なんですよね。いつもなんか私がよく行ったことのある場所をメインに紹介しているので、新しい風吹かせようと思ってずっと来たかったこのカナルカフェからスタートしたいと思います。元はここ何東京水上クラブっていう1918年からこの元となる施設はあったみたいで、おおよそ98年100年近い歴史があるということでね、で美味しいものを食べながらスタートしたいと思います。ちょうど今ランチでマルゲリータをいただきます。あ、すっごいふわふわ。トマトソースがすごい、なんつったらいいんだろう、思った以上にさっぱりしてます。すごく食べやすい、チーズも含めて。でサラダバーでお野菜たくさん、やっぱバランスよく。おいしい。いいね、ボートで。向こう見るとね、ちょっとこっからだと分かりづらいかもしれないけど、江戸時代に整備された石造りの、お堀がなんとそのまま未だに残されているという。こうね、周りなんかはやっぱり高層ビルが近年建ち始めてだいぶ景観は変わってきているけど、まあそれゆえなんかそこだけそのままタイムスリップしてきたような景色、面白い。そして賑わってきましたね。ここ実はね、東京水上クラブっていうくらいで、キャナルカフェはボートも用意してあって、こう家族連れなんかでねよく漕いでる姿をここ電車で中央線で通るときに見かけるんですが、なんか家族水入らずでボートに乗っている景観っていうのがね、私は本当幸せの象徴、すごくなんか胸に来ちゃう、未だに。どうもー。美味しかったです。さてここ神楽坂を登っていきましょう。結構なんかここ前スターバックスなんてここにはなかったのに、おしゃれになりましたね。いやー、
ああいいわ。ここは昔から知ってる陶子園という、本当昔からある陶芸のお店。いやいいね、こういうグラスに、もうこれからの季節ギンギンに冷やした日本酒なんかさ、こういう小さな風情あっていいじゃない。これに入れてクッてこう飲むと、ああもう舌がお酒になってますあとこういうのとかでね、赤ワインとか入れて、で物がいいんですよ、安いけど。そこでしょ一番は。じゃあなんでこんな喧嘩吹っかけるの。いやー面白い。わあ。すごい。これお風呂に浮かべてあるやつでしょこれって。結構いまだにあるんだね、こういう。そうそう、こんな縄跳びだった学校で、もうちょっと紺色だった気がするんだけど、持ってましたよね、持ってたよね、あったな。バッテン跳びとかやったりして、わたまらない、このブリキの、すっごいね。わあすっごい夢がある。わあかっこいい。ああ、あ、そうだ。食べ物の話になっちゃうんだけど、またさっき食べたばっかなんだけど、私が大好きなね、あのガレットのお店、ガレットってあのそば粉生地のクレープの料理なんだけど、フランス料理ね。そのガレットのお店がね、確かこの辺りだったと思う。そう、こっちじゃないや。で、これもこういうとこガス灯とかなんだよ、これも。夜来るとこういうね、あの裏路地結構この神楽坂っていうのは大事にしてて、あ、ちょっとこっち行ってみよう。こういう風な、足元もこういう石造りで、で実はね、こういう裏路地が結構神楽坂っていうのはちょっと角に入るとね、粋な、裏路地がたくさんあったりする。ここも今あの閉じてるけど、こうあの和食の店だったりとか喫茶店だったりとか、そういう穴場がたくさんこの辺りにあります。あ、こことかもほら喫茶店で、面白いの、こういう迷路みたいで、ほらもうなんかこういう、ここもスナックか。夜に来るとまた全然雰囲気が違う。昼間に逆にあまりこの辺り来ないから面白いでしょ。神楽坂は迷い込んでも面白いから、あえてどこか道それて新しい発見をしてみるのも面白いかと思いますね。で、私の探してる店はやっぱここじゃなかった、こっちじゃなかったっていう
この辺りだった気がするんだけど、あった、季節のシードルってなんかありますか。入りますか。これでね、うん、秋にね、栗とかの入ろう。これはブルタル、ブルターニュ、ちょっと入りましょう。ちょっと寄り道をして軽く一杯、そしてデザートを、いただこうと思います。ここル・ブルターニュは私が10代の頃、専門学校に通っていた頃に学校帰りによく立ち寄っていたガレットのお店です。ガレットは、フランスの伝統料理、そば粉を使った、クレープ、まあ、いろんなメニューがあります。中に目玉焼きみたいなものが入っているものもありますし、ベーコンみたいなものが入っているものもあるんですけども、さっきね、ピッツァをたくさんいただいたので、ここではそのデザート用のガレットを、いただきたいと思って立ち寄りました。でも久しぶりに来たけど、全く店内の雰囲気も変わってなくて、で店員さんにもフランスの方が実際にいらっしゃったりして、なんかこう日本語とフランス語がこう交わって聞こえる、なんともね、こう多国籍な、すごくなんか気分が良くなる場所です。大好きな、私の秘密の場所だったんだけど教えちゃいました。いただきます。これはね、オーガニックのシードル。あー、美味しい。全然変な癖がなくて、ワインもそうだけど、本当にね、オーガニックワインだったりだとか、シャンパンだったりとか、残らないね。なんか飲んだ後に変に、そういうお酒をずっと飲んでたい。カンペロワーズ、早速注文していたものが届きました。これはリンゴやキャラメルソースを使ったデザート用の、ガレット、もちろんほら、そばアレルギーを持ってる人はね、食べることできないんですけども、幸いなことに私はアレルギーなく、しかもそば好きということで、久々に食べたかったの、このガレットが。いただきます。じゃあいいの、直で。じゃあ直でちょっといっちゃいます。またこの使ってるバニラのアイスクリームが本当にもうバニラって感じで、でやっぱそのクレープの中にそのリンゴの味や、それを包み込むね、このキャラメルソースが本当相性が良くて、でただ単に甘ったるいっていうわけじゃなくて、ちょっとほろ苦さもあったりして抜群です。もういくらでも食べれそう。ぜひ皆さんも、ここ、いらっしゃってみてください。美味しかった。ル・ブルターニュ、また今度は久々にメインディッシュも食べよう。あ、ちょうど涼しくなってきた。で、こうもうすぐお寺があるんですね。ちょっと久々に立ち寄ってみよう。この赤い門構えがとても印象的。真っ赤じゃないのね、朱色のような。
20歳の時にメンディーっていう名前であの、ね、CD を出すってなった時にここにお参りしに来たのを思い出しました。今行きましょう。JR の飯田橋の駅から歩いて今度東西線の神楽坂駅の方を目指しているんですけど、全国寺お境にちょうど中間過ぎたぐらいかな。さあ、ここがすぐそこがもうあの牛込神楽坂駅、大江戸線ですね。この辺りになるとね、ちょっとまあなんていうんだろう、こう家庭的な街になってくる。もちろんさっきみたいに路地に入るとあの隠れ家的なねあの飲み屋もそうだし、ケーキ屋さんとかあったり、すごく面白い。あ、あった。ここ。建物が綺麗になってるけど、まだやってるんだ。牛肉屋さんなんだけども、ここのねコロッケやメンチカツがとても美味しくて、実はさっきから私の専門学校に通ってたっていう話をしてたけど、何の専門に通ってたって、音楽じゃなくてパソコングラフィックデザインや組版の勉強をしてたんですね。10代の頃ってやっぱり音楽とアートはリンクしてると思ってたから、やっぱりその自分の表現方法の一つとしてそういう専門的な勉強をしっかりして、一度そういう職に飛び出してみたかったっていうのがものすごくあって、で実際に1年半だけそういう仕事をしていた時期がありました。もちろん音楽活動ずっと続けながらなんですけど、でメンディっていう名前になるきっかけになった当時の事務所っていうのが新御徒町っていう大江戸線の駅にあって、さっきのすぐ近く の, 牛込神楽坂から当時の勤め先が実は神楽坂だったから、神楽坂から歩いて、で牛込神楽坂に行く途中にこの大野屋さんに寄ってコロッケとメンチカツを買って、程よくお腹を満たしてから大江戸線に乗って事務所に行ってレッスンしたりっていうような、そういう実は思い出があります。あーでも残っててよかった。
すみません、男爵コロッケとビーフメンチカツ、はい、1個ずつを1個ずつですぐを食べるんですか。はい、すぐで、はい、どうも。あ、ありがとう、ありがとうございます。どうも。はい、どうも。はい、どうぞ。で、こう牛込神楽坂の方に向かっていきながら当時は頬張ってたんですが、もう事務所もなくなっちゃったし、その当時の、まあ今は今の目的地があるのでそっちに向かいながら頬張りしていきたいと思います。すっごい久々。わー、でも変わんない、このサクサク。うん、この味、衣サクサク、中ふわふわ、大野屋さん。あー、なんかすごいちょっとセンチな気分になっちゃった。これもうビーフメンチね、この円形なんですよ。これも、うん、お肉びっしり。あ、そう、お酒飲みたくなるさっき飲んだばっかなのに、懐かしい。なんかこうシャキッとしちゃう。これからボイストレーニングなんだみたいな感じになっちゃう。ちょうど夕日で眩しいんですけども、ここが東西線の神楽坂駅になります。そこの駅こう上が地下から上がってきて、こっち行くと今日の目的地の赤城神社。昔は本当ごく普通な神社だったんだけど、今はなんて言ったらいいんだろうな、未来の神社ってこうなっていくのかしらみたいな感じ。カフェがあって上がマンションになってるっていう、とても不思議な作りをした。久々にここも、いやー、これが未来の神社です。不思議でしょ。これ本当神社なんですよ。行ってみますか。そう、この辺りが神社で、こっちになんか昔は幼稚園があったんだけど、でここになんか日本料理屋さんが中にあってっていう作りだった。海外に来た方が初めて来た神社が、もしこの赤城神社だとしたら、神社っていうものの概念がだいぶ違っていて、どういう考えをするのか気になる。そしてこのマンションのデザインは本当素敵なんだけど、神社の中にマンションが、そう、こんなガラス張りの神社もないよね。
でももしかしたらそのどうしても若い人たちっていうのはあまりねこう神社とかお寺とかっていうことに関心がないのかもしれないけど、まあ、勝手な私の解釈かもしれないけど、こういういわゆる一般的な概念の神社とはまた一線を画したような場所があると、こういう神社っていうものに対するなんかこう概念も変わったり、逆に本来ある一般的なああいう神社というものに関して一体どういうものなんだろうっていうふうに知りたくなるきっかけになるのかもしれない。からの景色がすごく好きでね、この木々の隙間からの街並み、私がすごく好きな景色です。この神社を下ったすぐ近くに私が1年半印刷のお仕事をさせていただいた会社があって、でリタイアするつもりはなかったんですけど、まあいろいろあって、まあ仕事として音楽を選ぶのか、仕事にを取る、まあ、印刷の仕事を取るのか、どっちか2つに1つっていうような状態に当時なったんですね。で、まあ私は考えることもなく、まあ、ご存知今があるんですけど、まあものすごくその音楽とデザイン両方極めるんだっていう勢いがあった頃をここに来ると思い出して、当たり前だけどそんな甘いもんじゃないっていう、一つのことを極めるっていうことがどういうことなのか、どれだけ労力を必要とすることなのかっていうことを改めてこう身をもって知った場所で、この町に通っている間に私がメンディっていう名前をいただいて活動、メンディとしての活動をスタートしたわけなんですけど、その当時新御徒町にあった事務所にここから通ってましたから、そうね、ここから事務所に行く間にメンディに返信するのがすごく辛かった時期ですね。メンディってなんだよみたいな、私は戸部勇気でデビューしたかったんだけど、今となってはね、名前っていうのはギフトだなと思います。ありがたい素敵な名前をいただいたなっていうふうに思えるようになったのは少し大人になったのかな、わかんないけど、今日の旅を一言で言うのであれば初心を忘るべからずですかね、その一言だけかな。メンディーになるきっかけになった
る場所ですね。メンディーに専念する決心をつけた場所。聞き流し頑張ります。青い月が連れて行くよ。そっと目を閉じて思い描くユートピア。今夜形になる主役が君のお茶。主役